はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、新年明けましておめでとうございます。本年もですね、どうぞ1年間よろしくお願いいたします。はい、1年の始まりということでですね、ちょっと今年の抱負なんかをですね、ちょっとお話してみたいなというふうに思います。はい、今年はですね、去年から、引き続きといいますかですね、やはり冷却等のこうトラブルでお困りのお客様にですね、私たちもっともっとこう貢献をしていきたいというふうに思っています。で、今ですね、九州のどちらかというと熊本からこう北部の方、を中心にですね、お客さんとこもこういろんなところ訪問させてもらってるんですけど、今年はですね、その活動エリアを、上の方はですね、九州からちょっと出まして、山口の方まで行ってみようかなと。で、下の方はですね、宮崎、そして鹿児島、この辺りまでですね、って言いますか、もう本当九州全体、隅々までですね、今度活動エリアをですね広げようかなというふうに思ってます。今お問い合わせいただいてですね、お断りしているわけではないんですけど、やっぱり遠いからっていう、こうイメージを持たれてですね、結構お問い合わせをですね躊躇されてるんじゃないかなというところもありますけど、実際私たちですね、結構遠方まで、行っておりまして、冷却塔のですね、水質の管理を遠方のお客様でもですね、今管理をこうさせてもらっているという実績もあります。九州のちょっと遠いんだけどって思われてもですね、一度こうお声かけいただいて、お話をこう伺うことができればですね、何かお役に立てるんではないかなということもありまして、結構遠方までですね、今年は活動エリアを広げようというふうにですね、こう心に誓って、おります。で、それと、今年はですね、ホームページのリニューアルをやろうかなというふうに思ってます。うちの会社のホームページをですね、こう見られた方もいらっしゃるかと思うんですけど、結構ですね、細かく作り込んでおりまして、それもしかし5年ぐらい、もう経ってですね、少しこう情報が古くなってきたなというところもございまして、新しくですね、今リニューアルをですね考えております。で、それが今年のですね、ちょっと大きなビッグイベントになるかなというふうに思います。はい。で、あとはですね、今期の抱負としましては、やはり今からはですね、そうやって活動エリアをどんどん広げていこうと思ってますんで、新しい人のですね、確保といいますか、人材の育成ですね、に今年はですね、ちょっと力を入れていきたいなというふうに思ってます。私たちやっぱり、水のことをやっぱお客さんにですね、どちらかというとコンサルティングみたいな仕事になりますんで、やはりどうしても人がですね、人の成長というのが必要になります。なので、常にこう人材育成、チュートリーにですね力を入れてこうやっていきたいというふうにですね、思っております。はい。去年からそうなんですけど、コロナ禍であってもですね、今ものすごくやっぱうちの会社お客さんの数がですねこう増えておりまして、今年もですね、かなり会社としてのこう成長がこう見込まれているというかですね、非常にその水で困られているお客さんというのが実はものすごく世の中多くてですね、で特に私たち工場のお客様を専門にですね、やってるんですけど、ほとほとですね、もう水で冷却水で困ってると
言われるお客さんがですね非常に多いです。で、今なぜそんなふうにお困りのところが多いかというと、やはりお客さん自身でですねこう水のことを見ることがなかなか難しいと。で水に関するこう知識っていうのはいろんなこう経験を積む必要があるっていうところもあってですね、なかなかですねお客さん自身でこう改善しようと思うと難しいというところがあります。それと、私たちがこう特に感じるのは水の管理を主に行っている会社というのはですね実はものすごく少なくて、私たちほとんどですね他で私たちと似たような仕事をされているところって見ないんですね。薬品を取り扱っているとかいう企業さんは実はものすごく多いんですけど、その薬品を使ってちゃんとこう水質の管理までできる企業さんがいらっしゃるかというとですねなかなか現状的には難しいのかなと。で、そういったところをですね私たち市場と捉えてですね今年はですね九州一円どんどんですねこう活動エリアを広げていきたいというふうに思っております。はい、冷却とですね、冷却水に関するトラブルでお困りでしたら、ぜひ当社の方までですね、お声かけいただければと思います。はい、それでは今年1年どうぞよろしくお願いいたします。何かありましたらですね、ぜひお声かけください。本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。